まず最初に、本件により怪我をさせてしまった関西学院大学のアメリカンフットボール部のクォーターバックの選手およびそのご家族、関西学院大学アメリカンフットボール部とその関係者の皆様に対し、大きな被害と多大なるご迷惑をおかけしたことを深く反省しております。本当に申し訳ありませんでした。試合の日までに至った経緯について、試合の3日前の5月3日から話させていただきます。今年度の試合は本件までに4月22日、4月29日の2回行われています。そのいずれについても私はスターティングメンバーで出場しました。5月3日の実戦形式の練習でプレーが悪かったということでコーチから練習を外されました。これまで同じようなことはありませんでしたが、この頃は監督コーチからやる気が足りない、闘志が足りないという指摘を受けるようになっていたので、このプレーをきっかけに外されたのだと思います。その後、全体のハドルの中で監督から、宮川なんかはやる気があるのかないのかわからないので、そういうやつは試合に出さない、やめていいと。井上コーチからは、お前が変わらない限り練習にも試合にも出さないと言われました。5月4日、練習前に監督から日本代表に行っちゃダメだよと、当時選抜されていた今年6月に中国で開催される第3回アメリカンフットボール大学世界選手権大会の日本代表を辞退するように言われました。監督に理由を確認することはとてもできず、分かりましたと答えました。この日は今年度初めて全体で行うディフェンスインディーの日でした。未経験の1年生がいたので、副キャプテンがタックルをして私が受ける形でメニューをやって見せるために私がダミーを持ちました。するとコーチからなぜ最初にダミーを持つんだと言われてグラウンド10周走らされました。その日の実践練習は練習前に井上コーチに確認したところ、宮川は出さないと言われて外されました。5月5日、この日も実践練習は外されていました。練習後、井上コーチから監督にお前をどうしたら試合に出せるか聞いたら、相手のクォーターバックを1プレー目で潰せば出してやると言われた。クォーターバックを潰しに行くんで僕を使ってくださいと監督に言いに行けと言われました。続けて井上コーチから、相手のクォーターバックと知り合いなのか、感覚との定期戦がなくなってもいいだろう、相手のクォーターバックが怪我をして秋の試合に出られなかったらこっちの得だろう、これは本当にやらなくてはいけないぞと念を押され、髪型を坊主にしてこいと指示されました。ポジションの先輩から井上コーチに、宮川にアラインはどこでもいいから1プレー目からクォーターバックを潰せと言っとけと言われた旨を告げられました。相手を潰すくらいの強い気持ちでやってこいという意味ではなく、本当にやらなくてはいけないのだと思い、追い詰められて悩みました。5月6日、いろいろ悩みましたが、これからの大学でのフットボールにおいてここでやらなければ後がないと思って試合会場に向かいました。試合のメンバー表に私の名前はありませんでした。その後の試合前のポジション練習時に井上コーチに確認したところ、今行ってこいと言われたので、私は監督に対して直接、相手のクォーターバックを潰しに行くんで使ってくださいと伝えました。監督からはやらなきゃ意味ないよと言われました。戻った私は井上コーチに監督と話をしたこと、監督からやらなきゃ意味ないよと言われたことを伝え、さらに井上コーチに対してリードをしないでクォーターバックに突っ込みますよと確認したしました。井上コーチからは思い切り行ってこいと言われました。このことは同じポジションの人間は聞いていたと思います。その後、試合前の整列の時に井上コーチが近づいてきて、
できませんでしたじゃ済まされないぞ、分かってるなと念を押されました。本件直後は何も考えられない状態でした。そのため相手のクォーターバックが怪我をして変わったことにも気づいていませんでした。普段の試合でこんなことはありえません。本件で問題になっている1プレー目の反則行為の後、2プレー目が終わり、コーチに呼ばれてサイドラインに戻ったときに、井上コーチからキャリアに行けと言われましたが、散々クォーターバックを潰せと指示をされていたので、井上コーチの発言の意味が理解できず、再びパスをしてボールを持っていない状態の相手チームのクォーターバックにタックルをして倒し、2回目の反則を取られました。3回目の反則は、相手に引っ張られて尻餅をついた後、相手のオフェンスの方に行こうとした際に正面から向かってきた相手選手を突いた行為に対して取られました。この反則は普段から相手が掴んできてもおとなしすぎるなどとコーチから指摘されていましたし、やる気がないとして外されていたので、向かってきた相手選手にやられっぱなしにできないと思って意識的に行った行為でした。退場になりテントに戻った後、事の重大さに気づき泣いていたところを井上コーチに見られていました。試合後、スタメンと4年生が集められたハドルの時に、監督から、こいつのは自分がやらせた、こいつが成長してくれるんならそれでいい、相手のことを考える必要はないという話がありました。その後、着替えて全員が集まるハドルでも、監督から、周りに聞かれたら俺がやらせたんだと言えという話がありました。井上コーチからは、私が退場になった後、DL の上級生リーダーが、私に相手クォーターバックに怪我をさせる役割をさせたことをすまなく思って、自分にもやらせてほしいと申し出たという話を紹介して、その上級生は自分にもやらせてくれと言ったぞ、お前にそれが言えるのか、お前のそういうところが足りないと言っているんだと言われ、退場後に泣いていたところについても、優しすぎるところがダメなんだ、相手に悪いと思ったんやろと責められました。5月8日、井上コーチから午後5時ごろにグラウンドに呼び出されました。私がグラウンドのクラブハウスで待っていると先輩が来て私の様子を心配してくれました。先輩にもうアメフトはできないと伝えると、先輩もそうだよなと応じてくれました。その後学生のスタッフが来て監督が待っているコーチ部屋に行くように言われました。当初コーチ部屋には監督一人でした。私と監督が話し始めると遅れて井上コーチと鈴木コーチが来て監督との話を聞いていました。私が監督に対しもうフットボールはできないと言うと、監督はお前の罰はあの時抜体になって退場になってお前の処罰は終わっているんだからいい、世間は監督を叩きたいだけでお前じゃない、気にするなと言われました。その後監督は練習に出て行ったので、井上コーチと鈴木コーチの3人で話をしました。当然2人のコーチからは事実関係の確認はなく、お前が辞める必要はないだろう、向こうとの試合がなくなろうと別にいいだろうというような話をして、退部を申し出た私を引き止めようとしてきました。しかし私としてはあんなプレーをしてアメフトを続けることはとても考えられませんでした。5月9日、森ヘッドコーチから三軒茶屋のキャンパスに呼び出されて、辞めるべきじゃない、フットボールで返していくしかない、監督が厳しく言ったことをそのままお前に伝えたコーチに責任があると言われました。5月11日、前日の謝罪文公表を受けて、こちらから井上コーチに連絡をして本部にある監督の部屋で監督と井上コーチ、私と両親で面会しました。父から個人的にでも相手方選手と家族に謝りに行きたいと申し入れたところ、監督からは今はやめてほしいと言われました。父から監督コーチから選手に対して対戦校のクォーターバックに怪我を負わせろと指示を出し、選手はそれに従っただけである旨の公表を求め、そのメモを先方に渡しましたが公表できないと断られました。面会の後、井上コーチから父に連絡があり、理由の説明もなく関学アメフト部の監督に謝りに行くと言われました。父がアポイントを取ってほしい旨を求めアポイントを取ろうとしたようですが、先方から断られたと連絡がありました。しかし夜中に再度井上コーチから父に連絡があり、謝りに行く、息子さんを行かせてくださいと言われて関西学院大学に行くことになりました。5月12日、謝罪のために私と井上コーチと関西学院大学を訪れましたが、再度先方から面会を断られたため、関学アメフト部の監督にお会いすることはできませんでした。5月14日、井上コーチから父に連絡があり、三軒茶屋のキャンパスに来てほしいと呼び出され、父と2人で訪問しました。その日はその後、私と父が
関東学生アメリカンフットボール連盟の規律委員会で聞き取り調査を受けました。5月16日、私は日本大学本部の体育局にチームの幹部とともに呼ばれましたが、先方がどう出てくるかわからない不安が強く、体調も良くなかったため私は行きませんでした。5月18日に私と父で関学アメフト部クォーターバックの選手およびご両親を訪問し、直接謝罪の意を伝えました。最後に、本件はたとえ監督やコーチに指示されたとしても、私自身がやらないという判断をできずに指示に従って反則行為をしてしまったことが原因であり、その結果相手選手に卑劣な行為で怪我を負わせてしまったことについて、退場になった後から今まで思い悩み反省してきました。そして真実を明らかにすることが償いの第一歩だとして決意して、この陳述書を書きました。相手選手、そのご家族、関西学院大学アメリカンフットボール部はもちろん、私の行為によって大きなご迷惑をおかけした関係者の皆様に改めて深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。NHK ニュースセブンの高井と申します。よろしくお願いします。ご自身にとってですね、内田監督の存在とはどういうものなんでしょうか。そしてコーチの存在というのはどういうものでしょうか。今回の一件を通してその見え方に変化はあったでしょうか。最後にもう一つ、今監督やコーチに伝えたいことはありますでしょうか。先ほども話した通り、いくら監督コーチからの指示があったとはいえ、僕がやってしまったことをについては変わらないと思ってとても反省しています。なので監督コーチに対して僕がどうこう言うことではないのかなというふうに思っています。ご自身のその部内でのあり方についての監督の存在というのはどういうものだったか教えてください。日本代表に行くなって言われた時もそうですし、もうなぜですかとかいう意見を言えるような関係ではなかったと思います。今伝えたいことはありますか。いや、僕の方から伝えるようなことはないです。はい、それではじゃあそちらの方どうぞ。読売テレビミヤネ屋の中山と申します。去年の甲子園ボールでは素晴らしい活躍を見せてくれたあなたが、こういうことにならなければならなかった、どこで判断を自分としては誤ってしまったんだろうというふうに思われますか。この試合があった週1週間を通してですけれども、監督コーチ陣からのプレッシャーがあったにしろ、そのプレーに及ぶ前に自分で正常な判断をするべきだったのと思っています。関学のクォーターバックの選手は謝罪は受け入れてくれたんでしょうか。はい、僕の謝罪をうなずく形で聞いていただきました。これまでチーム内でこういったケースというのはあったんでしょうか。先輩などもこういったことがさせられてきたんでしょうか。いえ、僕では把握してないです。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。はい、フジテレビ徳田伊藤と言います。言葉が関学の関係者の皆さんに伝わっていることをまずお祈りしたいと思います。試合直後、涙を流されたということですが、つまりその直後からもう大変なことをやってしまったという思いがあったということでしょうか。はい、その直後からありました。明らかな反則行為なわけですけれども、はい、もう直後から介護の念がよぎるその行動を
なぜしてしまったのか、監督の指示がご自身のスポーツマンシップを上回ってしまった、その理由は何でしょう。監督コーチからの指示に自分で判断できなかったという自分の弱さだと思っています。今強い言葉で弱さというふうにおっしゃいましたけれども、逆に言えば監督コーチがそれだけご自身にとって怖い存在であったということですか。はい、ありがとうございました。じゃあそちらの方。すみません、日本テレビスッキリの大竹と申します。先ほどの陳述書の内容と少し重複しますけれども、監督コーチからの指示は潰せという内容だったんでしょうか。それ一つでしょうか。コーチから伝えられた言葉は潰せという言葉だったと思うんですが、上級生の先輩を通じて新井はどこでもいいから潰してこいとか、秋の関西学院との試合の時にその相手のクォーターバックが怪我をしていたらこっちの得だろうという言葉もあり、もう怪我をさせるという意味で言ってるんだと僕は認識していました。潰せが、はい、クォーターバックが怪我をすれば秋の試合に出られなくなるのでこちらの得だろうと、はいはい、その言葉を聞いてご自身は潰せの意味を怪我をさせるというふうに捉えたということでよろしいでしょうか。はい、そうです、うん、そこはどうでしょう、日大側が言ういわゆる指導と受け取り側、受け取った側の乖離、はい、これはじゃあ一切ないというふうにご自身はお考えでしょうか。はい、自分としてはそういう意味で言われている以外には捉えられなかったので、うん、もうやるしかないという状況、うん、最後にもしこれを拒否していたらどうなっていたというふうにお考えでしょうか。これをやってしまってもこのようにフットボールができなくなってしまった可能性も高いし、やらなかったらやらなかったでやはりまたフットボールもできなくなってしまう現状が起きていたんでしょうか。いかがでしょうか。この週試合前までに練習に入れてもらえなかったっていうのもありますし、どうなっていたかははっきりはわからないですけども、今後ずっと練習に出られないとかそういう状況にはなりたくなかったという気持ちです。ありがとうございました。はい、じゃあ そちらの女性の方。いらない。失礼します。日本テレビニュースゼロの駒沙と申します。ご自身にとってアメリカンフットボールというのはどのような存在なんでしょうか。私自身高校の頃からアメリカンフットボールを始めたんですけども、コンタクトスポーツを初めてやるということもあってとても楽しいスポーツだなと思い熱中していました。ただ大学に入ってその厳しい環境といいますか、そういうもので徐々に気持ちが変わっていってしまった部分もあります。気持ちはどのように変わっていたんですか。好きだったフットボールがあまり好きではなくなってしまったという部分もあります。それはどうしてでしょうか。厳しい
環境に身を置くことになってしまったので、まあ、一概に何が原因とは分からないですけども、徐々に気持ちがあまり好きではなくなってしまったのかなと思ってます。今後ご自分としてはどのように過ごしていくことが望ましいというふうに考えていらっしゃいますか？はい、もちろんアメリカンフットボールを今後僕が続けていくという権利はないと思ってますし、この先アメリカンフットボールやるつもりもありません。なので今のところ何をしていくべきなのかもわからない状態です。ありがとうございます。はい、じゃあそちらの方、一番前の方。あ、すみません、フジテレビプライムニュースイブニングの木村と申します。まずはこの会見をするというこの決断をしてくださったこと本当にありがとうございます。内田監督の会見はご覧になりましたか？いや、あまりちゃんとは言えてないんですけど。少しはご覧になりましたか？はい。どんな印象を抱きましたか？いや、まあそれに関しても僕がどうこういうことではないと思ってます。では日本代表の発言があったときに行くなと言われて、何も答えられなかった、はいとしか言えなかった、日頃から監督に対してはそういった指示に対しては否定をできないという空気だったんでしょうか？そうですね、基本的に監督と直接お話しする機会はあまりないんですけども、まあ、その意見を言えるような関係ではなかったです。厳しいという言葉が部内でありましたけれども、はい、厳しい中に理不尽ということも多々ありましたか？理不尽といえば理不尽な部分もあったかもしれないですけど、その全て練習のきつさも全て含めて去年の結果も出たと思っているので、そこはみんな理不尽なこともありながらも練習していると思います。最後に申し訳ありません、ご自身にとって監督コーチ信頼はありましたか？井上コーチに関しては僕は高校2年生の時から監督をやっていただいていたので、その頃から信頼はしていたのかもしれないです。内田監督については、内田監督についてはそもそもそのお話しする機会が本当にないので、信頼関係という言われるものは分からないです。ありがとうございました。はい、それではじゃあこちらの、読売テレビの春川と言います。今日は会見に応じていただいてありがとうございます。そういうコーチとか監督が理不尽な指示があってこういう形になった後にですね、例えば同僚とか先輩とか周りの人たちから、いやお前は悪くないんじゃないか、それは監督コーチの責任じゃないかという声は上がらなかったんでしょうか？上がっていたと思います。それを聞いてご本人はどういうふうに感じていらっしゃいますか？いや、まずそもそもその指示があったにしろやってしまったのは私なわけで、人にせいにするわけではなく
やってしまった事実がある以上、私が反省すべき点だと思っています。もうアメリカンフットボールやらないということでしたけども、はい、今後調査でいろいろ明らかになってですね、官学、はい、側とか被害者の方々も許してもう一度アメリカンフットボールやってくれよというふうに言われたらやった方がいいんじゃないですか。いや、今はそのようなことは考えられないです。将来的にはどうですか、アメリカンフットボールともう一度一緒に仲間と一緒にアメリカンフットボールをやりたいという気持ちはないですか。今のところはないです。ありがとうございました。じゃ続きまして、じゃあ真ん中のそちらの方、はい、いやそのあなたです。はい、はい、ご妻の奥平と申します。いくつか事実確認です。当日のまさにその試合の時、整列の時にコーチからできませんでしたじゃ済まされないぞ、分かってるな、こう声をかけられたということですか。はい、これはコーチからの念押しというふうに捉えてよろしいんでしょうか。はい、そうだと思います。そのコーチは例えばいつもそういったことを言ってくるような人物なんでしょうか。このような状況が滅多にあることではないのでそれは分からないです。ただその声を、他にも聞いている選手がいたということですか。まあ、整列をしている時なので隣の選手に聞こえていたかもしれないですけど、はっきり聞こえていたかどうかは分からないです。あとそのプレーの後も試合の後も含めまして口止めなどのそうした行為というのは感じられたことは。口止めというのはないです。今回の会見についてもしかしたら代理人の先生に伺えばいいかもしれませんが、この会見自体は例えば日大側の本部なのか運動部なのか監督コーチ、はい、どこまで今知り得て把握されているんでしょうか、この状況というのは。それは私の方から、昨日、事情聴取を大学本部の方で受けたときに近い将来、極めて近い将来に、事実についてお話をする機会を設けさせていただくつもりでおりますということは申し上げました。その時点ではまだ会場は決まってなかったんですが、昨日の夜の時点で、公表いたしましたので、それについては当然ご存知のはずだというふうに考えています。それから大学側の窓口になっていただいている事務方の方には、会見を開くということは明確に伝わっています。今後自身が監督やコーチと会う機会というのは設けられているんでしょうか。その予定はありますか。いや、それは私の方からお答えした方がよろしいでしょうか。実は、昨日その大学当局大学総務部でお話をした後に、代理人の弁護士さんとおっしゃる方から接触がありました。それは先ほど申し上げた通りでございます。その時に事情を聞きたいというふうにおっしゃってたのはあくまで、部から頼まれた代理人として聞きたいということでしたので、接触があったのはそれだけでございます。ですから監督とかコーチから何かを聞きたい、事実について聞きたい、あるいはなぜそういうことをしたのかをきちんと聞きたいというような話は今までただの一度もありません。ご自身のあと1個だけすいません、退部届を出してまだそれは受理されていない、そういう状況になるんでしょうかね。退部届というものはあるのかわからないですけど、退部の意思は伝えてます最初から。最後にすいません、新監督も含めて新たないわゆるチーム、そのマネジメント側ができる可能性もあるということなんですけれども、その新たなチーム、そしてメンバーに対して何か一言あればお願いできますか。それは僕の方から言うことではないと思うのですいません。ありがとうございました。はい、時間が迫ってきましたので質問を一人一つにしてください。はい、じゃあ奥の方。はい、あなたです。はい、こんにちは、テレビ東京夕方サテライトの池谷と申します。まだお若くてこれから先の人生長いと思うんですが、今回の件で一番ご自身として勉強になったことってどういうことですか。少し考えれば自分がやったことは間違ってるっていうのを
前もって判断できたと思うので、そういう部分で自分の意思というのを強く持つことが今後重要だと思いました。ありがとうございます。はい、どうぞ。じゃあそこの女性の方。はい、テレビ朝日モーニングショーの岡安です。よろしくお願いします。先ほど弱さというふうにおっしゃっていましたけれども、今振り返って、改めて振り返って、あの時あなたに違反行為をしないという選択肢はありましたか？あの時の自分はそういうことは考えられませんでした。それはどうしてでしょうか？もう前も、その3日前というかその1週間で追い詰められていたので、そのやらないという選択肢がない状態になってました。じゃあもうあの時、今思ってもやっていたっていうことになるわけですね。すいません、今の質問、仮定の質問なので、はい、ちょっとよろしいですかね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあそちらの方に。はい、フジテレビグッティの広瀬と申します。今日はありがとうございます。ご自身で指示があったとしてもそれを従わなければよかったと、私の責任ですとはおっしゃりますが、ただ追い詰められた状況であの指示が出された、非常に酷な状況だとは思います。そういった指導というもののあり方について、今後アメフトをやられる後輩たちもいますが、そういった状況、環境、そしてそういった指導についてはどのように考えますでしょうか？指導については僕が言える立場ではないので、同じようなことが起きないことを願います。ただ今日会見に臨んでくださるような、そんな強い意志が持たれている方が断れない状況になっているということは、これはまた繰り返されてしまう可能性もあるという意味もあって、ここで伝えておかなければならないメッセージというのもお持ちかと思うんですが、そういった点いかがでしょうか？自分の意思に反するようなことはフットボールに関わらずですけども、すべてにおいてするべきじゃないかと思います。指導する側に求めるものもあると思いますが、いかがでしょうか？指導する側は先ほどから言っている通り、僕がどうこういうことではないと思っています。ありがとうございました。はい、どうぞ。じゃあ一番後ろの方。いや、あなたです。はい、東京 MX ニュースの有馬と申します。一つだけ、試合当日5月6日、どういう形であれ、あなたはグラウンドに立ったわけですが、最初に反則をしたプレーで、審判の笛は聞こえていましたか？審判が吹いた笛の音は耳に入っていましたか？もう投げ終わったということはもう気づいてました。プレーが終わったということは、はい、認識していた。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあそちらの、はい、そちらの方。TBS の藤森翔平と申します。よろしくお願いします。あの危険なプレー、1プレー目が終わった直後の気持ちを少し振り返ってください。どんな思いだったんでしょうか？何かを考えられるような状況ではなかったです。そして交代の後、テントの中で涙をしていたあの時、優しすぎるからダメなんだと言われて、その言われた言葉、どのように受け止めましたか？
ません、その時はあんまり考えられていません。わかりました、ありがとうございます。それでは、はい、じゃあその一番前の方、はい、いや、そ、すいません、そっちの、はい、その方です、はい、あなた。日本テレビの菊池と申します、よろしくお願いいたします。ご本人がこうやってきちんと説明をしている中で、いまだに内田監督、それから日本大学がきちんと真実について説明をしていない、そういう態度についてどういうふうに感じていらっしゃいますか。自分がやってしまったことなので、監督コーチ陣をどうこういうことではないですけども、償いの一歩として真実を話さないといけないのではないかなと思ってこの場にいます。その意味で言うと、内田監督や日本大学はその感覚の被害者の選手に対して誠意ある謝罪をしようという、そういう気持ちは感じられないですか。これも僕の方から言うことではないと思います。もう一つだけ、すみません、今回井上コーチからあったワンプレー目でクォーターバックを潰せという指示なんですけれども、日大アメフト部では通常そういう具体的な指示っていうのは通常あるものなのか、それとも今回は特別こう具体的にあなたに指示があったのか、どちらでしょうか。特別ですね。なぜ今まで、去年も甲子園ボールで活躍されてますけれども、5月3日以降から突然そういうプレッシャーが強くなったのか、それとも入学した時からずっとそういうプレッシャーはあったのか、どちらですか。突然ですね。その理由についてはどう思われますか。やる気が感じられないとか、闘志が感じられないというふうに監督コーチから言われていたので、そういう理由だったのかなと思います。そのご本人が感じるやる気がないように見えるというのは、自分自身何か要因があったんですか。それは分からないです、自分には。本当にごめんなさい、最後に内田監督というのは具体的な指示というのは全て井上コーチだったり、コーチを通じて選手にするものですか。その場合が多いです。今回のケースも、じゃあそもそもの指示というのは、じゃあ内田監督からの指示だというふうに認識していいですか。僕はそう認識していました。ありがとうございました、はい。時間が迫ってますので、あと1問か2問ですが、じゃあそちらの女性の方、黄色いセーターの方、はい。TBS テレビビビットのジョージと申します、よろしくお願いします。今回あのタイミングでのあのタックルというのは、関学側の会見の中でもうスポーツではなく、もうあれは暴力だという発言がありました。今ご自身の中であの行為というのはスポーツの中のプレーだったのか、それともやはり暴力と言われても仕方がない行為だったのか、そのあたりどうお考えになっていますか。恐れ入ります。法的な責任の問題に絡みます。このことについてはご容赦いただきたいと思います。スポーツを逸脱した行為であったかというレベルで伺うのは大丈夫でしょうか。皆さんもお分かりだと思いますけれども、客観的な行為から見て刑事事件、民事事件の可能性が含まれている事件だというふうに私は認識しています。そういう意味では今後の責任が生じるような形でのご質問はお控えいただきたいということでございます。わかりました。ではすみません、質問を変えます。今回監督が辞任しました。ご自身から見て今後日大のアメフト部にとって監督が辞任するということはチームのために良くなっていくことと捉えていますか、それともこのまま残った方が良かったというふうに捉えていますか。いや、僕がここに今日来たのは謝罪をするためであって、その真実を話すためで来たので、今後のチームがどうなるとかそういうことは
僕の口から言うことじゃないと思っています。こう実際指示があったにもかかわらずこれだけの期間自分の指示でやったというふうにかばってくれなかった監督に対して何かこう裏切られたような気持ちとかいうのはないでしょうか。最初から両親と監督と面会したときに指示があったということを出してほしいということは伝えていたので出してほしいという気持ちはありました。ありがとうございます。はい、時間が来ました。本当に最後の質問です。じゃあそちらの前の方。すみません、今日はありがとうございます。フジテレビの川村と申します。昨日ですね、被害者の父親が被害届を提出したというお話がありました。もちろん内容に関してはお答えできない部分があると思うんですが、選手個人に被害届が出されて大阪府警が受理をしたということに関してはどのようにお感じになりますか。もう被害届を出されても仕方がないぐらいの向こうの選手ご家族からしたらそれは当然だと思っています。分かりました。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ時間が来ましたので、これにて会見を終了したいと思いますが、最後にですね、今後の取材に関してですね、代理人の方からなんかお願いがあるということなのでご発言ください。はい、私の方から今後の取材についてのお願いを申し上げたいと思います。で、本件の後本人とそのご家族は平穏な生活が営めなくなっております。で、本人にとってこの会見は本件に幕を引くためのものではなくて、今後さまざまな責任を果たしていく出発点でもあります。そのためにも代理人としては本人とそのご家族には一日も早く平穏な生活を取り戻し再度のスタートをさせていただきたいと願っております。で、そこで本件についての今後の取材については本人ご家族への直接の取材はぜひお控えくださるようお願いいたします。必要な取材の申し入れについては、皆様にお配りした資料の裏側の下の方に、代理人の連絡先を記載してございます。これを窓口とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。代理人としては皆様のご要望にできる限りお答えすることをお約束いたします。最後にご両親の思いを代弁させていただきます。どうか皆様には将来に向かって歩もうとしている本人の今後を静かに見守ってくださるよう心からお願い申し上げます。以上で終わります。はい、ではこれにて会見を終了いたします。会見者の方ご退場ください。皆さんにおかれましては会見者が退場を出られてもですねこちらから合図があるまで恐縮ですけれども着席のままお待ちください。